どうも、本山兄弟のせやです。そうですか。そうですかじゃない。さて今日はですね、着物のお手入れ NG 集。ノーグッド。こんないう風にお手入れしたおらん。大丈夫って。続けよう。続けていくか。続けて。今まではこういう風にお手入れしましょうみたいなことを何度かお話ししたことあるんですけれども、今日はやっちゃいけないことみたいな。だいたい着物ってシルク、絹の生地のものが多いと思うんですけど、そういうものに対してこういう風に保管しちゃったりとか、お手入れしちゃうと良くないですよっていうのをまとめてきたので、それを皆様にお伝えしようかなと思っております。シミについて、長期間保存することについてみたいな。そういう二軸でお話できればなと思っておりますので、よろしくお願いします。お願いします。はい、それではやっていきましょう。まずはシミについてですね。着物においてね、シミっていうのはすごく敵でございますね。一番怖いでございます、シミは。シルクってかなり繊細なものなので、思ってるよりシミってついちゃうので、間違えた行動とか取っちゃうと、歯科屋さんっていう着物のクリーニングのね、専門の人たちがいるんですけど、そういう人たちでも落としにくくなっちゃったりとか、必要以上にめちゃめちゃ労力をかけて落とさなきゃいけなくなっちゃったりとかするので、シミになりそうな時とかにどういう風に対応すればいいのかっていうのを大きく3つに分けてお話ししていきたいと思います。まずお醤油とかさ、ケチャップとかなんかもう物がついちゃったみたいな、そうした時って、洋服だったらこううわーってしてこううわーってするかもしれないんですけど、それすればするほど着物って良くないです。ついた時は自分でも洗剤をつけて洗ったりとかせずに、基本的に乾いたタオルとかでもう拭くだけ、表面のやつとかこっちで吸収してあげるぐらいのやり方をしてください。その時になるべく落とした方がいいって思っちゃったりとか、ついた瞬間じゃないと落ちないって思っちゃって、タオルに水をつけてグワーってやっちゃったりとかっていうことが多いと思うんですよ。そうしちゃうと思うんです。洋服だったらそれで取れやすかったりするんでね。ショート動画でもね、着物の初心者からレジェンドまでシミがついちゃった時の対応みたいな、そんなショートでもやりましたけど、本当あんな感じでもうちょっと落ち着いて対応してくださいっていうのがシミにとっては大きなものですね。とにかく乾いたタオルで汚れを軽く落として、もうすぐ歯科屋さんに出す、クリーニング屋さんですね。もう自分で余計なことしない。着物にとってはそれが一番大事なんで、水をタオルにつけて拭いたりしないでくださいって言ったと思うんですけど、その水自体も結構シルクにとっては良くないもので、水そのものがシミになっちゃったりするんですよ。なんで水がかかってそれを乾かしもせずにほっぱらかしにしてたりとかすることで、それだけでもシミになっちゃったりするので、繊細に着物のことは考えてあげた方がいいかなと思います。シミについてはそんな感じですね。とにかく慌ててすぐ落とそうとしない。そういう時はもう乾いたタオルで押さえて、落とそうとするんじゃなくて、これ以上広がらないようにしようみたいな対応を落ち着いてやってください。じゃあお次、長期間着物を保存する場合、クリーニングにこの冬ある程度着たんでとか、この夏ある程度着たんで、1回クリーニング屋さん出して戻ってきましたと。でそこから次のシーズンまで畳んで保存しますっていう時の、証券の着物、証券って絹の着物ねの保存方法をお伝えしていこうと思います。クリーニングに出すので、ある程度はシミとか取ってくれると思うんですけど、気をつけたいのが食べ物のシミと皮脂、体から出る油ねとか、あとファンデーション、この辺結構気づかないうちに着物についてこうシミになっちゃって、で取れなくなっちゃうみたいなことがあるので、ついたらすぐになるべくクリーニング出すだったりとか、シーズンごとにクリーニング出すのであれば、ここにシミがついてるってことをしっかり覚えておいて、歯科屋さんにお伝えするっていうことをした方がいいと思います。そうしないと虫が湧いちゃったりとか、変色しちゃったりとか、後でどうしようもない状態になっちゃうので、高価な着物だったらそれ一発でダメというか、かわいそうな感じになっちゃうんで、そこは気をつけてください。で虫が寄ってくる理由としては、食べ物の残りかすみたいなのがちょっとついてたりとかすると、そこに虫が寄ってきて食べ物と一緒に着物を食べちゃうっていう、そこで穴が開いちゃうっていうことがあるので、食べ物の残りかすとかはすごく気をつけてください。もしそういうのがなければ、証券絹自体には虫は寄ってこないので、それがなければ虫は寄ってこないので、防虫剤とか入れる必要はないです。ただウールの着物には虫がもうそもそもの生地に寄ってきやすいので、ウールの着物をしまう場合には防虫剤を入れるようにしてください。着物にとってすごく厄介なのが、さっきシミのところでも言った水のところなんですけど、湿度っていうのが着物にとってはすごく怖いものになります。湿度がどんどん溜まっちゃうとカビになっちゃうんですよね。でそのカビって結構取れなくなっちゃっても切れなくなっちゃうみたいなことが起こるので、なるべく湿度を着物に溜めない、これが着物を保存する上で大事なことになります。湿度を溜めないってどうすればいいかっていうところなんですけど、まずしまう前に数日は着物を干しておいてくださいっていう感じですね。天日干しもう日焼けしちゃったりとかあるので、ある程度風通しのいいところで、ある程度のその着物に溜まってる水分というか湿度を逃がしてあげる。でその後に畳んでしまうっていうことをするようにしてください。で着物をしまう時に関してなんですけど、着物を買った時って多頭紙って呼ばれる和紙の袋に入れて納品というか購入すると思うんですけど、多頭紙って立派なものだからそれに入れたくなるんですけど、なるべく入れない方がいいです。やっぱそうやって何かがあるとその分湿気って溜まりやすくなるので、もう何もなくてこう常に風通しがいいっていうのがベストなんで、その観点で言うと多頭紙は邪魔なので多頭紙入れずにそのままタンスとかにしまうようにしてください。だからしまった後とかもずっとタンスをしまったままとかじゃなくて、たまにちょっと開けてあげるとか、それで風の通りを良くするだけでも全然違うので、そういう感じで湿度は避けるようにしてください。除湿剤とかもありますしね、そういうのを使ったりとか、湿度が高そうな場所に着物をしまうタンスを置かないとか、例えば水場の周りだったりとか、そういうところ、湿度が溜まりやすい場所って家によって全然違うと思うんですけど、なるべく湿度が溜まりにくいところで着物は保管するようにしてください。あとプラスチック系の入れ物にはなるべく入れないようにした方がいいです。プラスチック系ってもう完全に外側と遮断するので風の通りがやっぱどうしても良くないので湿気が溜まりやすいので、もしそういうのに入れる場合は結構風通しがいいような場所だったりとか開けてあげるとか、そういう工夫をしてなるべく湿度が溜まらないようにしてください。で着物を買った後しつけ糸ってついてくると思うんですよ。新品ですよっていう証というか、和裁士さんが仕立てた後にしつけ糸ってつけてくれるんですよ。でそれをつけたままにしてしまうのはなるべくやめた方がいいです。変色の原因になったりするので、しつけ糸は買ったらすぐに外すように心がけてください。じゃあ最後にまとめお話ししていきますね。まずシミがついたらとにかく乾いたタオルで汚れを落とすっていうよりは、それ以上広がらないようにしてすぐにしっかり屋さんに出すということ。あとは着物を保管するときはなるべく風通しのいいところに保管するだったりとか、しっかり湿気を飛ばしてからしまうであったりとか、とにかく湿度には気をつけてください。であとその食べ物のシミだったりとかがあると虫が湧きやすかったりするので、そういう場合は先にその食べ物のシミをしっかり取ってからしまうみたいなことをしてください。であと途中言ってなかったんですけど、着物は基本的にハンガーにかけるのはあまり良くないかなと思います。うちはね洋服生地で一重で仕立ててるんで全然問題はないんですけど、証券の着物で裏地がついてるものって多いと思うんですよ。それをハンガーにかけたりすると袋って言って裏地だけがちょっとグンって伸びちゃって綺麗な着物の形じゃなくなるので、合わせの絹の着物に関してはハンガーにかけるのは良くないかなと思います。ただその1回湿度を飛ばすっていう意味で1日だけハンガーにかけてちょっと乾燥させて畳んでしまうとかは大丈夫なんで、長期間保存する中でハンガーにかけるのはやらないでください。最後にクリーニングに関しては自分で何かしようとも思わないこと。証券ってめちゃめちゃ繊細な生地なのですぐにシミになっちゃったりとか、扱い方を間違えると使えなくなっちゃったりするので、そこはもう自分でどうにかするっていうよりはクリーニング屋さんに相談してなるべく専門の方にお願いするようにしてください。これらのことを守っていただければ証券の着物の他に関しては大丈夫かなと思うので、結構忘れちゃうと思うんで自分の中でメモなんかしてタンスのところに貼っておくなりとか、こういうことに気をつけようっていうのは自分の中で持つようにしてください。着物の生地とかっていろんな職人さんが関わっていろんな人の思いがこもってるものなので、なるべく丁寧に大切に扱っていただければと思います。じゃあ今日はこの辺で、ありがとうございました。無視された。無視したよね俺が。本日もご視聴いただきありがとうございました。本山兄弟の三男でございます。着物のお手入れ NG 集いかがでしたでしょうか。着物を持つにあたって保管方法は覚えておかないと大変なことになるんですね。生地によって扱い方も変わってくるので間違いないように気をつけましょう。ウールは防虫剤を入れる、絹は逆に防虫剤は入れないです。綺麗な状態で保管して着物ライフを楽しみましょうということで、本日はこの辺で失礼したいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。ヘイマック